元祖カブトやってるデッキ。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、封印されしエクゾディアを降臨させていこうと思ってます。久しぶりですね、本当に久しぶり。この間リンクスで撮影していたら、なんか知んないけど先行ワンキルされたんですよ、エクゾディアで。これ負け試合かなんかに多分なってると思うんで、どっかどうかの見ていただければと思うんですけども、ムカついたんで、俺もやろうと思って。久しぶりにやろうと思って、デッキ作ってきました。怒りの先行エクゾディアです。先行でエクゾディアを決めるっていう、そういうデッキなんですけども、これね、 OCG と違ってすげー決めやすいと思います。なんでかっていうと、デッキが少ないから。デッキの枚数がもちろんサーチカードがないよ。サーチカードとかはないし、トリティアとかは難しいけど、単純にデッキが引きやすいんで、エクゾディア揃いやすいなと思ってます。ちなみに OCG でなんと手札1枚からエクゾディアを揃えるっていうギミックもあるらしいんでね、やばいなと思ってるんですけども、リンクスはそんな方ないので、リンクスは、適当にやってても揃わないんで、頑張ってデッキを引きるっていうことが必要なんですよ。で、引きるデッキがこれ。一番強いなと思うのはやっぱトレジャーパンダですね。パンダが多分一番強いと思います。結局、基本的に。これ効果は、ターン1制限ないんですけども、自分の墓地から魔法カードを3枚まで裏側で除外して、除外したカードとの数と同じレベルの通常モンスター1体をデッキから特殊ができるよっていう効果なんですけども、これ今1体に何回でも使えるんですよ。だから、パーツ、パーツってレベル1なんですよね。じいちゃんのカードで出してくる。これスキルがじいちゃんのカードなんで、一応エクゾディア入ってるんですけど、5枚。封印されし者の右腕、左腕、左足、右足、本体っていう、5枚が入るっていうスキルなんですけども、このスキルで、入った、そのパーツを出してきて、で、ワンダーワンドとか、馬の骨のコストにして2ドローしていくっていう、これがアドバンテージなんですよ。これ単純にその、コストが魔法カードあればね、墓地に。あれば、もうバンバン出していけるんで、通常モンスターを。だから、どんどん手札が増えていくっていう、そういう感じですね。で、これだけだと、ちょっとね、足りないんですよね、ドローソースが。一応20枚にしたとき、いらないんですけどね、この、ガード・オブ・フレンベルとかいらなくて、これ全部無の煉獄でいいっていうね。だから無の煉獄を、9枚積みたいっていう、ね、デッキなんですけど、別にここ、なんでもいいんです、正直。正直これ、一応馬の本の大会になるんで、1枚くらいはいるかもしれないですけども、別になくてもいいんですよね、ここ。なくてもよくても、無の煉獄で全部いいみたいな話もあるんですけど、一応、ドローソースとして優秀なんで、調和の豊殺とガード・オブ・フレンベルっていうのを入れているっていう感じですね。はい。で、墓地でバンバン送ったパーツを闇の量産工場で回収して、で、本体は頑張って気合で引いて、揃えていくっていうデッキになります。はい。10回に1回くらいは成功する感じかな、体感。だから、ただランク戦潜るじゃん。で、10回やったら1回、先行後攻あるけど、でも、高校取っても意外と相手の、妨害がないこともあるんで、10回に1回、10% くらいは成功するレベルで、結構成功すると思うんで、ぜひですね、皆さんもね、あ、エクゾディアしたいって思ったら、使ってみてください。僕もね、ストレスが溜まった時は、割とこういうデッキを使うことにしてるんですけれども、逆にストレス溜まることもあるけど、やっぱりね、決まったら気持ちいいのよ。なんでかっていうと、壁とやってろっていうデッキだから。これが遊戯王デュエルリンクス、これが遊戯王クオリティ。デュエルスタンバイ。パンダ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 。あー、悪くない、これ悪くない。昭和の宝刹発動、昭和の宝刹効果、ガードオフレンズ王直って、2枚ドロー。なるほど。煉獄発動、魔法発動。なるほど、行くしかねえ。行くしかねえ。パンダ来い、パンダ、パンダ。おお。よし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 。モンスターを攻撃、モンスター。パンダはいい。そしてパンダの効果、これで無限に除外してめっちゃパーツ出しよう。右足左足交互に見る。右足左足交互に見て、で、右足左足交互に見てく。で、ワンダーワンドでドローソースしてなかったらマジになる。ワンダーワンドでドローソースしてなかったらタイパン。フッドンドーメン。オッケーオッケーオッケー、いいよ。今のところいいよ。今のところついてるよ。で、これで右手出して、右肘、左肘交互に見ていく。はい。うん、うん、
強い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 、いいよ、非常に強い、今めちゃくちゃ強い、今めちゃくちゃ強いから、これなんならガードオブフレンベル引きたいまである、ガードオブフレンベル引きたいまであります。で今の骨の体からリリース、あい、なるほど、これ出していいのかな、いやこれ出さないまであるな、出さない説、調和の法則あるから出さない説あるのこれ。でワンダーワンド、はい、あ、てか、あ、これもうあれか、これこうしたらいいんだ、勝った、魔法発動、勝ってたわこれ。ハイパー上振るぞ、ハイパー上振るムーブ、魔法発動、はい、着席伝説、先行着席伝説。対戦ありがとうございました、グッド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 、どうやら理解者だそうだ、これがデュエルリンクスだ、これがデュエルリンクスというゲーム、僕の全ての力、普通にこのデッキ面白い、あ、じゅーちゃんの顔見られた、負けてもおもろいから割とあれっすね、これじゅーちゃんのカードミラーっていうことは、これどっちが先に、どっちが先に揃えられるかゲーなんで、さあどうする、どういうギミックだい、さあどういうギミックだい、力を貸して、はいはい、封印されしも、はいはい、ワンダーワンド OK、 相手もそんなに動けないと、よしいいだろ、ワンダーワンドはいい、ワンダーワンドはいいだろ、これ予想外ギミックかパンダギミックか知らねえな、わかんねえな、俺のターン、これはどっちの方が先にエクゾディアを揃えられるかっていうゲームになるぜ。とりあえず無の煉獄発動していいのかな、これ無の煉獄発動するかどうかめちゃくちゃ、でも発動しないとダメか、発動しないとドローソースねえじゃん、やばい、で圧縮してからとりあえずパーツだけ出しといて、で右足、左足出しといて、で無の煉獄でドローソース引けなかった場合終わる、ドローソース引けなかった場合終わる、終わる終わる終わる、やばい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 、ガードオブフレンベルでもいい、これはガードオブフレンベルでもいい、なんならガードオブフレンベルでもいい、頼む、モンスターを召喚、手札から、お願い、まだある、まだある、お願い、ちくしゃー、姫宮これ、いや姫宮出したところでなんだよな、これ姫宮出したところで問題あるんだよな、もうこれ全捨てしてこうだ、もうこうだわ、こんなんこうだわ。さあ戦おうぜ、戦おうぜ遊戯。どっちが早くエグゾディアのパーツを揃えられるかな、あ、よし、あいつもまだ、あいつ弱いぞ、あいつ弱いぞ、あいつ弱い、ハンド事故ってる。なんだやばい、でもやばくもないか別に、これなんだ、これなんか予想外ヒミックか、よし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 、そんなお前ターンかかったら、いや強い、そんなお前ターンかかったらもう死ぬぞ、これワンチャンもこのワンダーバンド、あでもまだ無理か、ワンダーバンド使って、いやでもねこれ言うてですね、これ結構ねもう割と圧縮されてるとは思うんで、あーなるほどですね、効果使っていいのか、あいやこれ使わない方がどうか、使わない方がいいかもしれないな、ガードオブレンベルのコストなんか別に当たったな、ここ出す必要性なかった可能性がある。でも昼宮いるからいいか。調和の宝札先打ちか。調和の宝札先打ち。まあこれどっちでもいいよ。調和の宝札先打ちか。調和の宝札先打ちで、これドローソース引いたら昼宮になる必要はない。もう一発撃てるな。もう一発撃てるな、これ。もう一発撃つ。で、こうして。はいはいはい。はいはい。はいはい。はい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 。でこうします、はいはい、こうします、はいはい、うー、俺の方が早かった。俺の方が早かった。対戦ありがとうございました。おい、デュエルしろよ、おい、お前らデュエルしろよ。さあお相手の方、
僕滑って、はい、よろしくお願いします。僕が相手になるよ。本気のデュエル見せてあげるよ。もう一くらいな、なんか成功したらもう撮影いいかなと思うんだよな。あー強いですね。普通に強いですね。シンプル強いですね。ドローソース引けなかった。あーいいね。めちゃくちゃ強いじゃん。めちゃくちゃ強いんだけど、これ先に出した方がいいか。一応圧縮した方がいいか。でパンダ効果、トレパン効果、トレードパンチ、3段あるもんな。はい、雷源竜かなんかありますね。はい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 。で左足交互に見てくる。左足交互に見て、で調和打って、で札入れ替えしてドローソース引いてください。お願いします。はい神ゲー、はい神ゲー。いやこれ意外といいですよ。これ決まりますよこれ。でパーツ出してフィーポイント。で馬の骨の体化発動、魔法発動、ほい。これでドローソース引けばいいだろう。お返しだよ。モンスターディディクロ発動だよ。おやめろお前、お前やめろ、お前何してんだお前、なんてことしてくれたんだお前。